71から142は、ロシア連邦の輸送用機器メーカーである、ウスチカタフスキー車両製造工場が開発した路面電車車両。車内全体が低床構造となっている超低床電車でフェニックスの愛称を持つ。車内全体が低床構造となっている連接車。従来ウスチカタフスキー車両製造工場が展開していた車内の一部が、 低床構造である形式と比べて乗客の往来が要因になっているほか、車内にステップが存在しないことで定員数の増加も実現している。車体や機器の設計はモジュール構造が取り入れられており、最短2車体、最長級車体まで顧客の需要に応じた様々な編成を組むことができるほか、片方向型や両方向型など各種線形条件にも、 対応可能である。台車は低床構造に対応した新設計の独立車輪構造が用いられ、従来の車軸付き台車と比べて、車内の通路の幅が30%拡大している。また、振動や騒音を抑制するアンチスクリップシステムの導入も行われている。2019年、ウスチカタフスキー車両製造工場は、ノボクズネツクの路面電車、 ノボクズネツクデンが導入予定の給料の新型車両に関する受注を獲得したことを発表した。そのうち2両は2車体連接式の71から142で、ウスチカタフスキー車両製造工場からの技術支援の元、キターンバリカデがガボルゴグラードに有する工場で作られる。2019年から製造が始まっており、7両の部分低唱式防ギー車と共に、 翌2020年7月の運行開始を予定している。また、これらの車両には、クズバスという愛称が付けられている。ありがとうございます。